お疲れ様です。麻生副総裁、バカですかば、バカですかすいません。自民党の副総裁、麻生副総裁捕まえてバカですかと言わざるを得ないのは私としても非常に悲しいです。何少子化の最大の原因は晩婚化と指摘いや、こんなことしか言えないんですかまあ、晩婚か。 全然またれですね。どっち向いてるんですかまあ、しかしもうしょうがないですよね。もう頑張るのはこの辺にしていただいて、早く道を譲っていただけませんか成田雄介さんじゃないですけども、あなたのような人がいるから、老人は集団自決せよなんて言葉が出てくるわけですよ。いや、あんなこと言わしちゃいけないですよ。言わせないためにも、もうちょっと、見地のある発言でお願いします。じゃあ、どんなこと言ってるのかちょっと再生してみましょう。 岸田総理大臣が今年の主要テーマに少子化対策を掲げる中。自民党の麻生副総裁は。少子化の最大の原因は晩婚化との見方を示しました。一番大きな理由は。出産する時の女性の年齢が高齢化しているからです。麻生副総裁は講演で。 女性の初婚年齢が今は30歳で普通だと指摘し複数の子どもを出産するには体力的な問題があるのかもしれないと指摘しましたその上で少子高齢化で医療や介護の費用が増え負担が重くなると強調し中長期的には日本の最大の問題だと危機感を示しました